第41回の東京のメットと全日本空手道選手権。
決勝戦選手を紹介します。ゼッケン33番、ゴデルジー・カバラーゼ。ゼッケン96番、アレハンドロ・ナバロ。ゼッケン96番、Первый жесткий. Первый жесткий.
本戦で決着をつけられませんでした。ヤンソークップ、そしてアルトゥー・ホマニシアン、ホマニシアンが赤2本まで上げました。あと一歩というところで優勢勝ちを収めるところでしたが、本戦3分では決めきれませんでした。ここからはさあ気持ちの戦いになります。また右の下段です。今日すでに両者とも3試合戦っています。3日間トータルしますと
アルトゥール・ホバニシアンは6試合、一方のソーコップは2回戦からの出場でしたので、これが5試合目です。6試合目です。ただ一茂さん、はい、その1試合試合数の多い少ないはありますけれども、コンディションとして動きとしてはほぼ互角、あるいは、まあ、コンディションはアルトゥール選手の方がいいですね、はい、ほとんど一本勝ちですし、はい、まあ、スタミナも温存できてますし、さあその肩よりをつけているアルメニアアルトゥール・ホバニシアン、日本の総本部所属です。しかしここは右の上段を出していったヤン・ソーコップ、左の上段が足蹴り、技ありにはなりません、うん、ちょっと浅かったですね、はい、ただこの延長に来てこの動きです、ね、あるいはまたこの準決勝でも一本勝ちを見せるのかアルトゥール・ホバニシアン。ちょっとチェコヤン・ソーコップは攻め手がないか、まず左を出していく接近戦、ここは突きでなんとか返そうというヤン・ソーコップ。ヤン・ソーコップ前に出られるか、接近戦一旦距離を取らせます。ホバニシアンが相手の土俵を掴んでしまいましたので短くの注意が与えられました。今延長2分が終了、安定とおりまして延長でも決着はつきません。3本以上の旗が上がりませんでしたので再延長戦に入ります。第9回極真世界大会準決勝再延長戦が始まりました。チェコヤン・ソーコップ対赤い帯をつけていますアルメニアアルトゥール・ホバニシアンの一戦です。共に今大会再延長戦に入ったのは初めてです。3分本戦戦いました。そして延長2分を戦ってまだ決着つかず、少し両者の動きが、まあ疲れが出ましたかね。本戦はね、僕アルトゥール選手が圧倒的、まあ、圧倒的でもないんですが、やや有利だなと思ったんですが、ちょっとヤン選手が盛り返してきましたよね。そうですね、あるいはこのチェコのヤン・ソークップが一気に形勢逆転となるのか。今も右の下段を出していった。さあ左の下段を出していこうというアルトゥール、右の下段で放っていくが、おお、少しここもまだまだ俺はいけるぞというアピール、ホバニシアン少し手数は減ってきました。さあアルトゥール・ホバニシアン、ここは自分の距離でなんとか倒そうという構え。4年前は5回戦でいい距離だ、いい距離を出していきました。前回は5回戦で優勝した木山に敗れているアルトゥール・ホバニシアン、4年越しの思い、ここは顔面オーダーですが、しかし取りません。あの頃で距離を取ります。アルメニア代表、うん、総本部所属のアルティル・ホバニシアン、右の下段、左の中段、蹴りでいく、まだ力は衰えない。しかしヤン・ソーコップ、共に母国を背負っての戦い、チェコのソーコップか、アルメニアのホバニシアンか、前に出る再延長戦最後のラッシュ、と突き合いが決まる、再延長終了。さあ決勝の舞台を踏めるのは果たしてどちらか。白が2本です。さあ主審の判定はどうか。主審も引き分け、3本以上上がりませんでした。試し割りの結果、枚数多い方が決勝ファイナルの舞台を踏めます。ヤン・ソークップ選手24枚、ヤン・ソークップ24枚、どやめく東京体育館、これは驚異的な数字です。アルトゥール・ホシニア選手12枚、ホバニシアンわずか12枚、
なんとダブルスコア、試し割りの枚数、ヤン・スークップを誤りました。なんとチェコ、ヤン・ソーコップ、見事決勝進出を果たしています。夢をつないだ、そしてこの第9回極真の舞台決勝にチェコ、ヤン・ソークップが進んでいます。極真世界大会、ロシアのサドボカソフとアルメニアのホバニシアンによって争われた3位決定戦。途中バッティングにより両者流血というアクシデントに見舞われるも、互いに一歩も引かぬ激しい打ち合いの末、アルメニアのホバニシアンが勝利を収めた。Shoot!
Bravo, Naga. Thank you.
Давай, давай,
вперед, вперед! Вперед, вперед! Минута осталась! Минута, готова! Минута! Да, нога! 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 Сейчас, 45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 ,
ゼッケン97番ダルメン・サドバカフ、ゼッケン128番ボリ・ゼンジロお渡しです。次97番ラルメン・サドバカフ選手、治療のため一旦試合を中断し、ご覧の消毒の演奏を行い、その後に試合を再開します。先ほどのダルメン選手の後頭部の傷について説明いたします。動脈性の強い出血がありましたが、処置において一応止血いたしました。試合を再開といたしますが、試合再開中にもしテーピングがずれたり、あるいは再出血が見られる際には、その時点をもちまして、ドクターストップとさせていただくことになります。ゼッケン97番ダルメン・サドバカフ、ゼッケン128番ボリ・ゼンジロウ、
ゼッケン97番ダルエル・サズマコソフ選手、体重 87.25。 ゼッケン128番森善中郎選手、79.2キロ。10キロ以上の差がありませんでしたので、竹芝による判定を行います。ゼッケン97番ダルエル・サズマコソフ選手、18番。ゼッケン128番森善中郎選手、12枚。さらに、この試合は後ろにはマイナスを終えて97番サドホント選手の勝利となります。和美は試合の2ヶ月前、左足の甲を骨折していた。そして試合直前には右足のすねにひびが入ってしまった。和美は傷だらけの体を引きずってようやく決勝まで勝ち上がってきたのである。一方、木山は武師範から死ぬ気で戦えと葉っぱをかけられていた。木山は己の心に言い聞かせた。あと一戦、絶対に勝つ、絶対に優勝する、絶対に3連覇を成し遂げる。和美をサポートする先輩たちが叫んだ。7分間だぞ、7分間。全力を出すか出さないかで一生後悔するかどうかが決まるんだ。第34回全日本大会決勝戦、果たして木山仁の3連覇なるか、はたまた和美はじめ復活となるか。木山仁大会3連覇なるか、和美はじめ復活なるか。ただいまより第34回オープントーナメント全日本空手道選手権大会決勝戦を行います。ゼッケン1番木山仁、そして和美を倒して史上4人目の3連覇を達成したい木山仁。ゼッケン128番和美はじめ、心動かさないように山登り、今日の座は譲れない、完全復活か和美はじめ。4年ぶりに顔を合わせる2人です。その時は和美が勝って全日本3連覇を達成しています。さあ、いよいよ頂上決戦、開始の太鼓の音です。さあ、本当楽しみですね。前回の世界大会の時はですね、はい、本当霞選手ただ一人っていう日本人のエースだったんですけど、はい、木山選手が並びましたからね。霞がいない時に2年間この全日本の王座を取ってきた。しかし木山にとってはこの霞を倒して初めて真のね、真の日本一になれる、そういう思いがおそらくあったでしょうね。はい、まあ、ちょっと気になるのは霞選手の右足ですよね。はい、やはりこの右足がどうやら右
足の甲が骨折しているらしいという先ほど情報も入りました。よくここまで上がってきましたよね、その状態で。がやはり陣地を超えた男ですね、この和美はじめ。一茂さん、スタートしてから非常にあの緊迫感が伝わってきますね。そうですね、お互い見合ってるところなんていうのはもう本当に空気をね、読み合うというか、はい、本当に武士道ここにありきの2人っていう感じですね。本当そうですね。でもなんか精神的に選手が一瞬揺らいだか、なんか精神的な勝美選手がここに来てもものすごいもうなんか満タンになったっていう感じがしますよね。そして突き勝美選手の怖さっていうのはちょっと
ましたね。勝美か、それとも木山か。7分間の死闘の末、ついに和美はじめが優勝を果たした。
Thank you.
Thank you.
本の運命は全てこの人に委ねられます。田中健太郎。さあ王座を守れるか日本、田中健太郎の5回戦は、しかし強敵ヨーロッパ選手権今年連覇を成し遂げているヨーロッパ王者アレハンドロ・ナバロです。さあ一茂さん、はい、ここからですね田中は本当に日本をかけた戦いになります。本当にここからね彼のスタイルというか精神みたいなものを見たいですよね。見たいですね、しっかりと相手の攻撃を受けて、そして自分の突き下段を当てていくというのが田中のスタイル。ナバロの左の拳が顔面に当たりました。これは口頭での注意のみです。さあ木山さん、はい、ナバロは強い、どう戦えばいいでしょう。そうですね、本当突きも、ね、下段もしっかり打てるようになってるんで、はい、それプラス、まあ、上の技も切れると、本当、まあ、難しい相手ですけど、もう田中選手は、ね、こうペースを崩さずにやはりね外側から行ってる突きと下段を、ね、しっかりと当てていく、これしかないですよね、はい。さあここは一旦ナバロが見せ場を作る、ラッシュに持ってくる、胴回し回転蹴り、全く動じることなく田中健太郎はこの攻撃をさばきました。ただ印象は良くなるナバロ、手数を取るか、どれだけ効かせた技を打っていたかを取るか、この辺りの判定にも影響はしてきますが、手数では梶池さん、ちょっとナバロ多いですね。多いですよね、まあ、とにかく田中選手を、ね、とにかく今みたいに効かせていって、はい、ナバロを止めたい、はい、まあ、追いかけ始めました。さあ田中健太郎残り間もなく1分になるところ、右の下段回し蹴り、このナバロは、はい、ここまで追い詰めたいですね。ナバロ選手足を使って動き回るんで、とにかく隅に隅にこう追い込んで逃げられない状況を、ね、使って田中選手は、ね、自分の攻撃を仕掛ければいいですけど、はい、ちょっと今それができてないんで、そこから蹴ろうとするところでナバロがフットワークを使って、さあ田中の攻撃をかわしている。この辺りも左右のステップワークです。さあ後ろ蹴り、この技で4回戦は小暮を下しました。さあ突きから下段、田中もこの突きから下段回し蹴り、さまざまな組手を模索してきました田中健太郎。たどり着いたのはやはりこの突きから下段という極真からでの原点、田中健太郎の原点でした。さあ残り時間が間もなく10秒、田中健太郎もラッシュに来る、ナバロも動きを止めていく、ナバロも引かない、まだ引かない、しかし一歩二歩前に出たのは田中健太郎。終わりの太鼓の音が聞こえないほど2人の心が熱く燃え上がりました。さあ判定に入ります。はい、判定お願いします。旗は一本も上がらず試合は延長戦に入ります。さあ残されたたった一人の日本のエース、延長戦に入ります。これから先はいずれにしても強豪相手、厳しい戦いが続いていきます。本戦の3分間で差はつきませんでした。相手はヨーロッパチャンピオン、スペイン代表、情熱の極真魂アレハンドロ・ナバロです。本戦の中で一茂さん、終盤後田中もようやく気迫がですね見ていて感じ取れるようになってきましたが、そうですね、なんとかね自分のペースにね、ペースですね、持ち込むまでね、とにかくナバロは動き回ります。そのナバロを食い止めて自分の得意の攻撃をぶつけていきたい。まあ、本当はね動きは止めたいところですけどね、ナバロ選手まだ止まってませんかね。中段回し蹴り、あ、今ちょっと効いたのも効いてますね。中段、さあ、ね、中段効きましたよ。中段が効いたか、さあここがチャンス、田中健太郎、ね、効いてるな、ナバロの動きが、ね、しっかりとね止まってるんで、はい、さっきの左の中段が効きましたね。さあここがチャンスだ、もう一度、ね、この中段、左の中段回し蹴り、左もう一発、田中選手も分かってるんで今集中して締めてます ね、いいですよ。さあナバロの右脇腹に
穴は見つかりました。田中健太郎突く、正確な突き、鎖骨を打つ。さあこの延長2分間で決めなければいけない。ワーコ、これは逆立ちをするような形飛び込んできました。若干田中選手のペースになってきましたね。流れは今傾きつつありますね。ちょっと焦りがね、長野選手見られましたね、今の攻撃は。ですね、あの中段を効かされて、うん、表情も変わっています。長野の表情変わってきた。さあヨーロッパチャンピオン危うし、日本田中健太郎チャンスを迎える。中段ではなく、ここは突きでいく。下がるな、頑張れ日本、下がるな、頑張れ田中健太郎。偉大エースと呼ばれる残されたたった一人のエース。さあこの2分間で決着をつけたか。赤い旗ならば田中健太郎です。はい、判定お願いします。はい、ああしかし旗は一歩も上がりません。5分戦って差はつかず、再延長戦です。思えば18歳で世界大会に出場したあの日から田中健太郎は日の丸という十字架を背負い続けてきました。今の下段もいいですね。そうですね、そう、右の下段回し蹴り。延長戦の中では木山さん、はい、田中の左の中段回し蹴りでちょっと流れが変わりました。あの、確実にあのダメージを与えていると思うんですよ、はい、もうそこにいかに倒せるかがもう問題なので、倒すところまで持っていってほしいです ね、 そうですね。圧倒的な差をつけなければいけません。ナバロの動きは一茂さん、いや、はい、だいぶ止まりましたね。止まりましたね、もうね、あの暴れ回って動き回って手数を出しまくる、そのヨーロッパチャンピオンの姿はもうありません。田中健太郎の中段そして下段でナバロの動きは止めました。さあここからすでに日本のもう一人のエース内田は敗れています。残されたただ一人のエース田中健太郎、下段回し蹴り。落ち着くのはいいんですけど、もう少し攻めたいですね、田中選手は、少し攻めとかないと相手回復して最後終盤に勝負かけてくるんで、ラッシュを見せる前に圧倒的な差をつけておきたい。さあ残り間もなく30秒、ナバロが来る、ナバロが来る、田中が応じる、突きから下段下がらせる、マットの中央引かない田中。ナバロの連打は力がありません。後ろ蹴りが来る、田中健太郎を突く、下段回し蹴り顔面に入った。ナバロの右の拳が顔面に入りました。顔面殴打で注意が一つ。さあしかし残り時間がなくなっていく。日本代表残されたただ一人のエースの戦いは7分間戦い切りました。白ナバロ、赤田中、判定です。はい、判定お願いします。赤い旗が2本、白い旗が1本。主審は引き分け、決着つかず。79番アレハンドロ・ナバロ選手、 89.6kg。 ゼッケン96番田中健太郎選手、 98.9kg。 10kg 以上の差がありませんので、試し割り判定へと入っていく。試し割り判定、ナバロは21枚。さあ田中はどうだ。ゼッケン96番田中健太郎選手20枚。田中健太郎20枚。なんと日本代表2人のエースがベスト8にすら残れず、内田に続き田中健太郎が試し割り判定の末敗れ去りました。